はいどうも、ラらっちゃんです。はい、じゃあ10月ね、19日、バージョン5のアップデート情報が出ました。えー、その中でもね、こう、俺が目をつけた、えー、バージョン5の、舞踏家、旅芸人、パラディン、賢者のね、新しい武器スキルラインナップ追加、えー、こちらをですね、今回は解説したいと思います。まあ今までっていうのはさ、この、舞踏家、旅芸人、パラディン、賢者ってさ、 ほとんど席なかったじゃん。もう武闘家なんてね、本当に魔物使いに全部押し潰されて、で、強化されたこのバトマスとか、まあ、その辺に全部火力を奪われて、で、旅芸人かなんかももう旅芸人でね、あの、邪神来るやつはマジでやめてくれみたいな。まあ、パラディンもパラディンで、最近は本当にパラディン魔法みたいな、そういう構成がなくなっちゃったんで、席がないでしょ。で、あと賢者も賢者で、もう本当にスコルパイドぐらいでしかね、 席がないでで、しょうでこいつら、じゃあどうするかって、じゃあ新しい武器スキルを追加して、で、席作りましょうっていうことで、はい。じゃあ追加されたね、情報を手に入れてきました。じゃあ今回はそちらを解説していきたいと思いまーす。はい、じゃあまず舞踏家、槍追加ってことで、はい。じゃあどれぐらい強くなるのかっていうと、これね、結構強くなります。もうっていうかかなり強くなるね。 まず何が変わったかっていうと、これ右側読んでもらえればわかるんだけど、一戦好き回、こちらですね、追加されます。これ100スキルで追加だね。で、老化好きとかも、まあその辺、こう、強くなるみたい。で、いろいろこう、まあ強くなるっていうのは、なんつうの倍率的とかじゃなくて、普通に武闘家なんでね、結構相性がいいみたいですね。で、これ一戦好きね、かなり強いらしくて、えー、普通の一戦好きよりも、 速度がまず速い。でもって、ミスにならない。ね。あの、本当に回心は出やすいの。いつも通りこう50%ぐらいで回心が出るの。しかも、このミスしたとしても、あの、普通の一線好きならミスってなるところを通常ダメージが入るらしい。で、さらに、あの、普通の一線好きよりもダメージがアップしてますよっていうことです。で、あと、二つ目。行動時10%で倍オ音。 えっと、こちらですね。百0スキルで追加されてるやつ。行動時10%でバイシオ音が更新されると。まあ、それによって、こう、まあ、一人でにね、勝手にバフもかかるし、みたいな。普のはあの、武神将軍の指輪と組み合わせると、かなりの確率で行動時バイシオ音がかかるようになります。で、さらに、これ、舞踏家との相性がね、非常に、 テンション時ダメージプラス300とか、あと行動時5%で貯めるとか、かその辺ね、多分こう、貯めるサインやった時に、行動時で5%貯めるで、一気にスーパーハイテンションになれるとか、まあ多分ね、その辺もあるんだと思う。で、まあその辺ね、いろいろ考えると、めちゃくちゃ強いよね、これ、武闘家。で、どれぐらい強いのかピンとこない人もいる。で、そういう人のためにね、ちょっと映像があるんで、えー、こちらちょっと盗んできたんでね。 こちらも公開したいと思いますはいどうぞこんな感じです、えっと、まずパン、はい、すぐ出たでしょ早い早い<つ>ガンいこれが、うん、普通に回心の一撃が出たよって感じですね<い>で、えっと、高温流水とかと相性がすごく良くておおあの出が早いので、まあ、ダメージちょっと見づらいかもしれないんですけれど ガン<ー>結構いいダメージ出ますね<あ>、うん、結構コメントだと武闘家の単発テンション使うそうです初めてですね欲しいって書いてありますね単発ダメージ技がなかったんでカラメルが、うん、肩技多いですもんね,武闘家ね、はい、2000円とか超えてきますねでかなり強かったでしょやばいでしょあれしかもダメージがね 1999で止まらずに、通常特技なのにもかかわらず、1999を越して、2300とか2800ダメージいってました。これはね、つまりどういうことかっていうと、もしかしたら、この一戦き回に限り、ダメージの1999が、あの、上限解放されるのかもしれない。もしくは、これあの、会心出た時に限り通常攻撃みたいな扱いになって、 ダメージの幅が9999 99までになるのかもしれないしあの次からねもしかしたらこの1999っていうそのダメージ上限突破がもうなくなって廃止されてで、まあ、普通の獣好きとか老化好きとかその辺でも1999ダメージを超える、まあ、そういう可能性が大です。 もしかしたらこうドラゴンクエスト TV でその辺の情報言ってた,かの,か言ってたのかもしれないけどちょっとごめんなさいあのそうそれだとしたら俺聞き逃してましたごめんなさいちょっとあのー、もしそうだったらあのコメント欄で指摘くださいでまあそんな感じで舞踏家がかなり強くなりましたよってことはいじゃあ次行ってみましょうはいじゃあ旅芸人ブーメラン追加ってこと これもかなり強くて、あの、ただね、今までのブーメランを持てるようにしました。これだけだったら、もうなんだよ、旅芸人やっぱ用なしじゃんってなってたんだけど、これね、デュアルカッターとデュアルブレイカーの威力アップ、かっこ旅芸人のみ。ね、だから道具使いのブーメランとはまた一層違った威力になるってこと。もう、あの、倍率によっては、デュアルカッターとデュアルブレイカーのみで非常にいい火力になるぐらいね、 なると思いますであとは装備時なんとこれ装備時チャージ時間あチャージ時間20秒短縮ということで130にありますねここが一番の見どころかなであと戦いのビートとかでバイキルトの効率アップみたいなまあそういうの書いてあるね要するにチャージ時間が短くなるってことはレボルスライサーとか戦いのビートこの辺もあのチャージ時間非常に短くなりますよってことなんで 今までよりもかなり良くなるね。で、レボルスライサーの回転率アップ、まあ、の要するに20秒短縮ってことは、下に書いてあるんだけど、超発する、今のチャージタイムっていうのは80秒から、これ20秒短縮なんで60秒。で、レボルスライサーなんだけど、90秒から70秒。で、さらにですよ、今、ステラツイスターの、あの、ステラツイスターには行動時に5%で、 このチャージタイム短縮効果がついてますそれがさらに合わさるとこれ60秒になりますレボルスライサーがだから60秒おきにこのレボルスライサーがぶっぱなせるってことじゃこれ何する何意味するかっていうと、まあ、まずスコルパイドで例えてみると今までっていうのはレボルって90秒でさまあ短縮ついてても 80, 80秒ででウォークライトライガーのチャージタイムと なんか微妙に合わなかったんだよね。そう、だから、魔物使いが気を使って、ちょ、レボルまだかなレボルまだかなつって、ああ、結局来ねえよつって撃てなかったりね。そういうことが少なくなるってこと。だから、あ、またレボル来た。あジじゃライガーみたいな。あ、またレボル来た。おおくらいライガーみたいな。そういうことが結構できるってことね。だから、レボルスライサーがたくさん撃てるから、その、ダメージアップの効果が何回も来る。以外にも、 そういうね、魔物使いにも非常にありがたい。そういう効果があります。はい。で、これ、152。えー、このブーメラン装備時、回復量プラス100%。これは2倍ってことですね。100%っていうのはこの2倍ってことなんで。で、今、今ってさ、普通にハッスルダンスで250とか回復するでしょう。で、それ考えると、普通にベホマラーぐらい回復するってわけね。すごい速さで。 であと、挑発するダンスも60秒で打てるんで、もうも、もし、あの、ベホもう、なんつうの、ベホマ効果が全体に付与されるみたいな、もうそのレベルなんだよね。のだから、もしかしたら、この、スコルパイドとかで、もう、賢者の席、なくなるかもしれません。旅芸人、動物界、魔物魔物みたいな、そういう構成が、もしかしたら流行るかもね、っていうこと。だって、あの、今までって、アビスが来るじゃん。で、雷で、結構、喰らってたじゃんね。 でそれでベホマラーやっても結構遅くて,ははなんてうのこの発動がだからなんだもうかなり、ね、あ苦しいってなってたけどところがこう旅芸人のハッスルってさ早いじゃん結構そうだからもしかしたらもう雨来た瞬間にもハッスルやっとけば一瞬でパッて回復できるみたいなねで祈りもいらないんでねここ結構でかいよね祈りが切れたらさあの賢者あやっべーやっべってなるじゃん 旅芸人が、旅芸人はそれがないってこと。祈りきれるってことがないから、ね。今後のボスで、この、回復量が半減されたとか、まあ、そういう効果がない限りは、かなりヒーラーとしても優秀な役目を担います。だ聖女はもう、あもう、僧侶は聖女役。旅芸人は回復役みたいな。まあ、そんな感じになるのかもしれないね。じゃあ次。パラディン。片手剣追加。 っていうことで、はい。これも結構強いです。うん。攻撃面でそんなに強いってわけではないんだけど、効果がすごいね。だから右側書いてあるけど、行動時10%でヘビーチャージ。ね。これでかなりヘビーチャージしやすいですね。レグナードとかでもう一戦でずっともう何も、何ももう一回目のヘビーチャージでずっとずっと、何つのごめんなさい。あの、ずっとヘビーチャージがずっとなるみたいな。まあ、そんな感じになるのかもしれないね。 で、あとこ、これ、150P。これ、ガード時20、20%でダメ軽減効果が付与されるっていうこと。これ、どういうことっていうと、ファランクスと同じです。うん。あの、ファランクスの青い丸あるでしょう。あれってこと。だ20%であのダメージ軽減効果。だから25、25%マイナス。これが、ファランクス効果と同じように、こう、プッて追加されます。 でただこれ、ファランクスと同じ効果なんで、ファランクスで上書きもできるし、まあ、あとこの、重複しないよってこと、効果は。なので、まあ、その辺注意ね。で、あと下にね、一応これ、計算しました。通常の片手剣って、攻撃力アップ40。あと、回心4%アップ。ガード6%アップ。で、ところがパラディンね、ちょっと強いんですよ。攻撃50%アップ。回心4%アップ。ガード6%アップ。で、 ガード時に、まあ、さっき言ったファランクスとか、あと、行動時ヘビーチャージとか、まあ、その辺が追加されてます。まあ、かなり強いね。だから、スコルパイドとかで、あの、今まで戦士二人でやってる人とかいたでしょそれが今回からもうパラディンになるよってこと。だからもう、新刃通らない奴はもうパラディンで行きなさいってことね。もしかしたらもうダークキングとかもパラディンの方が良かったりしちゃうのかもしれないね。だから、新刃、なんつうの、このガード時に、 ファランクスかかるんで、まあ、もしかしたらずっとファランクスかもしんないよね。そうだとしたら、もう新愛は入れるよりも、もそんなの気にしないで、早やぶさ切りとかしてた方が火力が出るみたいな、そういうことになるかもしれないね。はい、もうかなりパラディンは期待できます。で、最後、まあ、賢者、扇追加なんだけど、まあ、ただこう、風切りの前ができるだけじゃなくてね、これ、あのー、35、58、88で、攻撃魔力、 プラス180されてます、ね、で、右側にも書いてあるけど、まあ、この賢者に風切りの前が追加されるとかなりバトルの幅が広がりますね。だから、この、なんつーの今までスコルパイド、まあ何回もこうスコルパイドで例えるのもあれかもしんないんだけど、まあ例えます、あのスコルパイドで、ね、大人気コンテンツなんで、スコルパイドで、ね、今まで道具使いが、 最初こう、バイキルト巻いて、で、バイキルト巻いて、で、ピオリムして、ピオリムして、みたいな。で、ようやくレボル打つ、みたいな。まあ、そういう感じだったじゃん。で、今度からはもう、はい、無限の悟り。で、もう、道具使いはピオリム、ピオリム、つってやって、で、次のターンにもう、賢者が風切りの前で一気にバイキルトかける、みたいな。まあ、そういう感じになるかもしれないね。うん。もしかしたらもう、僧侶、賢者、あと魔物二人、みたいな。そういう構成も流行るかもしれない。もう、道具いらない、みたいな。 もうその分ガジェットの,あの攻撃力アップとか、まあ、その辺のやつをドルモアとかで補うみたいな形でねで扇でバイキルトもかけるそんな感じでやるのかもしれません、まあ、とにかくこう賢者もかなり強化されてます非常に嬉しいんじゃないのこの賢者やりたいって人ねスコルパイドでもかなりいい感じになると思いますねじゃあまあ最後まあ終わりましたじゃあこちらバージョン5超楽しみ 他にもね、たくさんあります。デスマスターの追加とか、あと、新スキルラインのこの、なんつーの今までさ、スキルポイント共有だったのが、各、こう、職業ごとにスキルポイントが個別になりますよとか、あと、新武器ね。今回あの、レシピが100万ゴールドらしいけど、あの、ちょっとやりすぎかなって思うけど、まあ、新武器も追加。まあ、その辺、レシピ代とかはね、 本当にガチ武器職人とか、まあ、その辺に影響があるだけなんで、多分俺の動画見てる人はそんなに職人やってる人いないと思うんでね。まああんまりあれだけど、まあ、とにかく武器追加っていうことでやってます。はい。じゃあまあ以上、フラチャンネルからのバージョン5のこの4色、新武器スキル追加の解説でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。